大田区城南島にある奈良機械製作所。ここのギャラリーには2020年8月に機械遺産に認定された自由粉砕機第1号機が展示されています。東京都大田区の機械遺産には旅客機 YS11 があります。そして2件目に自由粉砕機第1号機が認定されました。私たちは YS11 と自由粉砕機のキーナンバーがともに11であることに注目しました。自由粉砕機第1号機の銘板に刻まれているナンバー11は創業者奈良自由蔵の筆名自由一に由来しており、11は奈良機械製作所にとって重要な数字です。偶然 YS11 と同じナンバーであったことは大田区の機械遺産をつなぐ何かのご縁を感じました。YS11 は一般公開のため2020年に羽田空港から茨城県筑西市にあるザ・広沢シティに移動されました。 YS11 を保管・管理されている国立科学博物館産業技術史資料情報センター長鈴木和義先生にお話を伺いました。YS11 は、最初にこの機体の設計を行ったのが輸送機設計研究協会というところなんですが、その輸送機設計研究協会の頭文字が輸送機の Y、 設計の S で、これで YS ということですね。その YS 輸送機設計研究協会の機体案の1番、エンジン案の1番、たまたまですけれども両方ともその、最初の1案と1案がセットで、輸送機設計研究協会 YS の11案が、実際の製造に、回ったということで、それを愛称のように呼んでたわけですね。ですから、特に正式名称ということではなくて、いつの間にか皆さんが呼ぶ中で YS11 という呼び名が、一般的になったということになりますかね。ジェット機っていうのは速度が速い分離着陸の滑走距離も長くなるんですね。大体2000メートルとか今だったら3000メートルぐらい必要になるわけですけれども、それに対してプロペラ機っていうのは速度がゆっくりですので、滑走距離が1000メートルとか1500メートルあればなんとか飛び立てたり離着陸できるわけですね。ということで、ジェット化の時代にあって YS11 というのはジェット機なんですけれども、ジェット機のエンジンでプロペラを回すっていうターボプロップという特徴を持った機体なんですね。当時なんでジェット機にしないんだといういろんな論評もあったんですけれども、当時の日本の国情であったりだとか、そのこれから日本の中で飛行場をたくさん作っていかなきゃいけないというような状況の中では、ターボプロップという選択で YS11 というのは作られています。この YS11 は量産で最初に作られた YS11 なんですね。でこの YS 自体が役割として日本のいろんな空港、これからできていく空港も含めて飛び立って離着していかなきゃいけないということで、その空港を作るための航空局で使われた機体なんですね。でまだ日本にそういう民間の旅客機が飛べる空港がほんのわずか、10カ所もなかったかと思います。ですからそれを今国内には大体100カ所近く空港があるんですけども、その空港を戦後作ってきたのがこの YS11 ということになるわけですね。ですからまだできていない、これから開港する空港に降りなきゃいけないわけですね。ですから空港というのは皆さんも乗られたことがあるかと思うんですが、降りると電源車が来てくれたりタラップが来てくれたりして、でところがこの機体はまだ開港してない飛行場に降りなければいけないですから、自分でエンジンを回さなきゃいけないので非常用電源がついていたり、でまたこの機体がその空港を開港させるために空港のいろんな設備をチェックするための機体でもあるんですね。ですから、この YS11 は他の YS よりもたくさんのアンテナがたくさんついてるんですね。そのアンテナ一つ一つが空港にあるいろんなその安全のための状況をですね、チェックするための
そういうアンテナになるわけです。ですからこの機体が日本中の空港を、今100近くある空港を作って見守ってきたっていう、そういう機体になります。どうしてもその寿命であったり、そういった安全率っていうのは高めに取らなきゃいけない。特に戦後日本 の, その設計した人たちは、より安全に飛ぶためにということで、実は必要以上にって言ったらあれですけれども、今よりもはるかに頑丈な飛行機を作るということで、当時まあ寿命設計という飛行機 の, その強度に対して、もう一つはその当時フィエルセーフという、一つが壊れてももう一つが安全で働いてくれるという、そういういろんな安全を当時最新だったわけですけど、それを組み込んで作られたのがこの YS11 という形になります。科学博物館は上の日本館があるんですけれども、どうしてもやはり場所的には狭くて、飛行機とかそういう大きなものってなかなか展示できずに、これまで資料庫の中で保管されていた YS も羽田に置かざるを得なかった。それをこの広沢シティで、こういう形で多くの方に、YS だけではなくて、これまで資料庫にあった、シコルスキーであったりだとか、上野に展示してありましたけど、ここに航空ができるということで、ゼロ戦もこちらに持ってきました。こういう科学博物館が140年の歴史の中で集めた、航空機部門がこちらで、科学広沢航空博物館として、皆さんに見ていただける、そういう意味では担当者として本当にほっとしています。衝撃柱が取り付けられたローターが高速回転することで、原料に強い衝撃力を与え粉砕する日本初の衝撃式粉砕機。当時の日本では圧縮による粉砕方式のロールミル、材料をすりつぶして細かくするボールミル、そして石臼などが主流でした。自由粉砕機の開発のきっかけは、小畑技師からのとある相談でした。小畑技師は、古川理科試験所の農薬工場に勤めていた方でした。カゼインは農薬の粘着剤で、弾性もあり、熱に弱く、当時の粉砕機では処理がしにくいものでした。そこで自由造は、洋書のフラワーミリングを参考にし、新しい粉砕機の設計開発に着手します。自由造はビール瓶を硬いコンクリートの上で叩きつけるように割る破壊実験を行いました。その実験により、原料は衝撃の力に比例して細かく割れることを明らかにするのです。こうして、自由粉砕機第1号機は昭和2年2月に誕生しました。飛行機は世界中で売れないんじゃないかと。で、実際この飛行機は日本が最初に作る旅客機だったもんですから、試験の時に大事にしすぎて雨の日飛ばさなかったので、雨漏りが、実際に運用してみたら雨漏りがしたとか。ですから当時のその日本の技術の中で、そういうものを作って飛ばすっていうことは本当に苦労だったんじゃないかと思いますけれども、おそらくその物の代償ではなくて、こういうものを作るということ自体は、その実際の現場で使われてみると想定外のことが起こる。それをどういうふうにこう解決していくかって、そういうものも日本のやっぱりものづくりで、単にその売ったからもう相手に任すというようなことではなくて、自分たちで責任を持って直していくというようなこともこれにはあったと聞いてますけど、その辺はどんな苦労があったんでしょうか。
はい、最初のうちはやはり想定できない、故障とか、はい、そういうことが時々、会社の方へ、すぐ直しに来いとか、そういうような話があったように聞いておりました。はいはい、で必ず父はそこへ出向きました。それで3日間だけくれと、はい、3日間の間に絶対お客様に喜んでいただくような改善をしてお届けします。日本のものづくり の特徴として品質の高さだとか、はい、そういうことを言われますけど、まさにそのいわゆる機械ですから技術ですから、どうしてもそのいろんな不具合が出たり故障が出たりはする、それをじゃあいかに責任を持ってその直していくか、それ自体も多分品質だと思いますので、はい、そういう意味ではまさにそれを実践されてこられたからこそ、こういう装置ができて、で今も使い続けられているということになるわけですね。お父様のお名前にちなんで11号機が初号機になるわけですよね、はい、この YS とまさにそういう意味ではつながりがある。その2つが機械さんということで、日本のものづくりの象徴としてこういう形で皆さんにまた知っていただけたのは本当にありがたく思っております。本当ありがとうございました。こちらこそいろいろありがとうございます。本当にコロナ強度が必要なのかっていうぐらい高い安全率を取った機体で、世界で最も安定して飛べる飛行機の機体になったんですね。ですから海外へも180機作られたうちの70機以上、78機、80機近くが輸入されたりして、世界中で実は飛んだんですね。まあ、そういう意味で言えば安全率も高くて、運航率も高くて、故障も少なくて、で、短い滑走距離ができるということで、国内ではもう2006年に運航をやめてしまったんですけども、世界のどこかでもしかするとまだ飛んでてほしいなと個人的には、で実際まだ飛べる飛行機だとは思っています。機械製作所は自由粉砕機だけでなく、粉を処理するさまざまな装置で食品、医薬、化学、バイオマスなど多様な業界の技術発展に貢献しております。NARA Machinery. Experience the power of NARA.